対戦回トト予想この動画では8月27日に行われるミニトト A について予想をしていきたいと思いますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします毎週トトの予想をさせていただいていますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますミニトト A の対戦カードになります左側がホームチーム右側がア A チームになります清水エスパルスが ホームで京都3が FC とと戦う形となります通算対戦成績では清水エスパルスが19勝京都サンガ FC が5勝という状況です直近の対戦成績では清水エスパルスが2勝に分け1敗という状況です前回の対戦では0対0で引き分けています京都サンガ FC はリーグ戦5試合勝ちがない状況に対して清水エスパルスは4試合負けなし 前節も上位の柏レイソル相手にギリギリまで追い詰めましたチアゴ・サンタナ選手が調子が良く非常にボールが収まります今回の予想では清水エスパルスの方が勝率が高いと予想します名古屋グランパスがホームでガンバー大阪と戦う形となります通算対戦成績では名古屋グランパスが29勝ガンバー大阪が30勝という状況です直近の対戦成績では 名古屋グランパスが2勝1分けに敗という状況です前回の対戦ではガンバ大阪が3対1で勝利していますガンバ大阪は監督が変わりフォーメーションやメンバーが変更になりましたが結果が出ず先説逆転負け直近8試合勝ちがありません名古屋グランパスはリーグ戦用試合負けなし新戦力が加入後調子を上げています今回の予想では 名古屋グランパスの方が勝率が高いと予想します柏レイソルがホームで FC 東京と戦う形となります通算対戦成績では両者1 0勝という状況です直近の対戦成績では柏レイソルが2勝1分けに敗という状況です前回の対戦では0対0で引き分けています FC 東京は3週間ぶりの試合になります 柏レーソルは前節引き分けてしまいましたがアディショナルタイムで同点ゴール調子がいいチームは簡単には負けません今回の予想では引き分けをベースに考え柏レイソルの方が勝率が高いと予想しますセレッソー大阪がホームでサンフレッチェ広島と戦う形となります通算対戦成績ではセレッソー大阪が19勝サンフレッチェ広島が26勝という状況です 直近の対戦成績ではサンフレッチェ広島が3勝2敗という状況です前回の対戦ではサンフレッチェ広島が2対1で勝利していますセレッソー大阪はカップ戦含め11試合負けなし前節のサンフレッチェ広島戦以降負けていませんサンフレッチェ広島もカップ戦含め5連勝中両チームとも非常に調子がいいですサンフレッチェ広島は連戦で負けなし 今回も勢いそのままに行くと思います今回の予想ではサンフレッチェ広島の方が勝率が高いと予想します川崎フロンターレがホームでカシマアントラーズと戦う形となります通算対戦成績では川崎フロンターレが25勝カシマアントラーズが14勝という状況です直近の対戦成績では川崎フロンターレが4勝1分けという状況です 前回の対戦では川崎フロンターレが2対0で勝利しています川崎フロンターレは失点が少ないアビスパ福岡に4得点マルシーの選手がハットトリック対する鹿島アントラーズは直近13試合川崎フロンターレに勝てていない状況で川崎フロンターレを苦手としています今回の予想では川崎フロンターレの方が勝率が高いと予想しますこちらがミリトと A の投票率になります シ水ズエスパルス対京都サンガ FC はシ水ズエスパルスの方が投票率が高くなっています名古屋グランパス対ガンバー大阪は名古屋グランパスの方が投票率が高くなっています柏レーソル対 FC 東京は柏レーソルの方が投票率が高くなっていますセレッソー大阪対サンフレッチェ広島はサンフレッチェ広島の方が投票率が高くなっています川崎フロンターレ対 鹿島アントラーズは川崎フロンターレの方が投票率が高くなっています。今回のミニトト A はこのように予想させていただきます。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。